はい、皆さんこんばんは、ロットです。今回は、ミスリルを2体編成した感じで近畿16を攻略する動画になってます。はい、で早速1手目なんですが、左側のこの模様の真ん中歩道を狙うと右側の雑魚セットをきれいに、毎回倒せる感じになってますね。でミスリルがアンチブロックもあるので、2手目に関してはもう感覚で倒せるかと思います。なのでミスリルだとバトルはすごい、安定して抜けれるかなと思いますね。でバトル2はスルトの処理でまず向かいますね。これは縦パンかな、はい、縦パンで倒していくと。で 4P1 次第では左上のバフメット倒せる時もありますね。一旦これで狙ってもうちょっと内側で倒ます。あんまりつけすぎると右の激臭踏んじゃうのでひっさったらこれな。でここもすると処理しに行きますね。すると倒してで激臭変化パネル利用して挟まれるキャラはバフメットを倒しに行きます。 2P は特に挟まれる場所がないので、まあ、もう火柱だけちょっと避ける感じで走ってますね。で 3P の対射点はおそらく左上を狙うと激臭変化パネル利用して、挟まりですね、はい、でバフメットなんですが、まあ、HP そこそこ余裕があれば耐えれます。今ちょっともう危ない HP になってますが、はい、ここはもう一旦倒せましたね。あとはガーゴイルを同時処理、まあ、友情コンボ、ミスリル結構強いので拾いながらっていう感じですね。基本的には対射点とノンアルファムターンで、倒すのを狙いますね。アップにダウン、次が対象点、一旦友情を出して削っていくと、はい、これでいけそうですね。ボタンで倒していくと、はい、ミスリル重力バリアはないんですが有利な点、バトルもあるので結構使いやすいですよね。ここは上が重力バリアをまとって、ね、優先的に上を倒したい。で今上倒せて、はい、次は下の処理、これはちょっときついかな。上から回り込んでちょっと残る。今 2P で行きたいですね。上から放って雑魚処理と、で次バトル4もミスリルの位置が結構いいので強みが見れそうですね。 あとミスリル、強化していないミスリルを連れてきちゃうとアグニのワンパンが乗ってないので回帰でちょっと調整する必要がありますね。今ミスリルに同族回帰がついている状態になります。はい、でこれで 1P をもう少しいい位置に、せっかくなんでちょっとずらしてミスリル倒しに行くっていうムーブ、これで位置取りしてますね。ちょっと 1P がずれたので上のアグに踏んで下のスルトにはまっています。ブロック無視なので結構やりやすいですね。16以上止まるんですが下まで行って雑魚処理で SS が分身ゴールで結構使いやすい SS になってますね。これで結構強引に倒すこともできるので、から対射点拾ってノンアルファまで、はい、ここで
ザコ処理 OK ですね。こういったところが結構強いかなと思いますね。でまあハートも湧いてないので、次のノンノアルファでおそらく SS を打って突破を狙います。で立て勘で逆転を。ノンノアルファやばい、本当にやばいですね。でバトル5、反射化してたらちょっと間にはまっちゃいましたね。これ EP の方でいけるかな。次のミスリルで左上から下まで行って OK ですね。ここでも号令とかも打って強引に倒すのもありですね。左弱点、ここは横ムーブで左の弱点に反射化して入っていく。 OK。 ノンアルファちょっと入るのが難しいかな。これは横ムーブで、はい、まあ、ターンに余裕があるので、あとは火柱に少し気をつけながら、もう友情とかで調整しながら抜けれればいいかなっていう感じですね。あと4ターン、一旦火柱抜けて、でここでまた友情コンボで突破と。からボス戦ですね。ボス戦は左の方に16バリアがありますね。ここも、ミスリルの友情コンボが結構当てになるので、拾いながらもう友情コンボで左はやっちゃうのかな、はい、プラスノンノで上に OK と。ノンノで縦勘でザコ処理、ザコ処理 OK。 でここもまた余裕があるので、もうあと HP だけ気をつけながら残り8ターン、ここだけちょっと壊したいですね。ここは SS を打ってちょっと強引に装甲の破壊に向かってますね。で左の装甲が壊れて、左右も壊れてますね。これでもゆっくり時間かけながら突破が狙えます。まあ、重力バリアに対応してませんけど、まあ、友情コンボが結構使えますね。もうハートも湧いてるし、だいぶ余裕があって、友情とか使って地味に削っていきます。この友情を取って、対射点一体編成してあげると、まあ、動きやすかったり、あと電線切りの方のダメージも軽減できるので、ミスリル3体よりかは、あの対射点とか、あと適正キャラの K ですか、入れた方が安定するかなと思います。はい、でボス2、ここもアグニと、ハトホルの同時処理ということで、あとバフォメット片方倒したいですね。今弾かれて次下に、でこれで右側に寄ったという形ですね。
次の 2P でどっちかバフォメットを倒せれば、おそらく下に入るかな。下に入って、これで加速の効果が展開された状態ですね。で、上のバフォメットはもう、だいぶ HP が削れてるので、友情コンボとか交えながらでも倒せるかなと。対射区点でワンチャン狙う感じかな。いいかな。ちょっと弾かれて、ハドホルにダメージが入ったっていう感じ。でここで上が行ったんだけど、もうさすがに倒せると思うので、ここから友情コンボプラス斜めで。残り5ターン。次はミスリル。ミスリルで下上で反射化して、ハトホンは上ですね。これで5処理が OK。 SS で一旦打つ感じかな。一旦打って、で対射区点3ターンですけど、まあ大丈夫かな。普通にざっくり削るだけで、友情コンボも少し入ってるし、で、かなってノンアルファでここは突破と、OK、上配置になった感じですね。ラストゲージ、ラストゲージも雑魚処理しながら、あとはノンアルファがもう上にいるので、弱点来てたらもう SS で強引に、削りを狙います。まずは右に入って右の処理からかな。右から入って処理できた。おっと下が残ってる。しても倒せないんだよ、まず。ちょっと角度つけて持っていくと。で次ノンアルファ弱点が来れば、これはもう打った方が美味しいですね、完全に。ここでもうボストップをして、で SS ちょっと残る。またちょっと攻撃すれば倒せる HP ってことで、反射化してんのか。 SS ってゴリ押しですね、完全に。さあちょっと残る。 2P のミスリル、これも殴りたいんですが、貫通制限がすごい邪魔と。なんかロンドの友情を拾えれば削り切るかなっていう感じかなって感じで今弾いてますけど、ちょっとまた残って銀の装甲をこれで断ち。これもさすがに削り切れますかね。また残った。でも雑魚処理終わってるから、もう直殴りで終わりですね、ここは。はい、では
タフィンキャラでいつもなんか耐弱点多めに使ってる方、ミスリル使うともっと楽になると思うので、まあ、ぜひあのキャラクターノンアルファとか自陣で用意できない方はあのぜひ編成していただければなと思います。はい、では動画の方は以上になります。よろしければあのチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではこれで終わります。